ちゃん。36ぐらいかな、ちょっともう一回ゼロにしますね。先にね、少し流動食入れさせてもらいますね。はい、だね、昨日がね、はい、朝に入れたやつがね、流れが悪かったんですよ。朝ご飯食べれなかったから流動食入れたんですけど、はい、なかなかね、流れなかったの。あ、そうなんですね。そう、普通2時間ぐらいじゃほとんど空になるんだけど、はい、2時間経ってまだだいぶ残ってたんですよ。だから、そうたくさん入れられないから、はい、少なくなったらまた増やすという感じにしたいんですけど、うんうん、とりあえずと1でしておきます、はい、でお水をちょっと飲ませますね。よし、永田さん、これ食事と水は、は？食事と水は入れて持ってきてくれないと。ね、食器は食器というか食、あ、作ってんの。まだ全然連れて帰れない状態ですよね。そうだよね、これ危ないよね、無慈悲でこんだけ食べないと。でさ、流れるのが遅いっていうのはさ、はい、良くないサインなんですよ。普通、ね、胃腸の機能もちょっと下がってるということになるわけなんですよね。で、体重が朝一39あったのが今36、はい、すごい少ないですよね。ちょっと朝一に私が、またちょっと小池の中入れますんでね。手からとかって食べさせれないですかね。やってみます。一回一回いいですか。じゃあね、はい、ちょっと奥の部屋暖房にして、うん、暖房にして奥の部屋でさ、ちょっと上げてみたってください。じゃあ、はい、それでダメだったらもう声かけてください。はい、ちょっとこの子持ってて。